got someone new, I know it。 はい、どうも、どうも皆さんこんにちは、ゆうほです。今日はお休みです。今ね、代官山蔦屋に来ているんですけれども、この後中目黒のディーン&デルーカで、仕事のミーティングが1時間ほどありますので、その前に代官山蔦屋敷地内のアイビープレイスというカフェで作業してこようかと思ってます。行ってきます。はい、アイビープレイスからね、今ディーン&デルカに戻ってまいりました。アイビープレイスはタイソンズ&カンパニーっていうね、カフェシカだとか TY ハーバーとかスモークハウスなどの系列でして、デートするにうってつけのカフェレストランと言えそうです。もちろんね、モーニングとかも予約しないとちょっと入れないですけど、結構気持ちよくて、朝からねご飯を食べる方は多いです。代官山中目黒近辺でね、デートに困ったらぜひ使っていいと思います。では行ってまいります。はい、並木さんです。キャラ変返信が来ない、遅いみたいな、まぶしい。はい、ミーティング終わりました。またね。腰痛ジジイがまた腰痛になっちゃいました。腰痛になっちゃった。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、新宿三丁目に到着いたしました。夕方6時ぐらいかな。ピカデリーでダンサーイズダークやってるみたいなんで、これはと思って見に行ってきます。いい映画ですね。まあ重たいですけどね。行ってみます。さあ、ピカデリー到着いたしました。ダンサーインザダーク見てまいります。クリスマスツリーですね。ダンサーインザダーク見てきます。いや、ダンサーインザダークやっぱりめちゃくちゃいい映画だな。重めの内容でラストもね、マジかって感じですけど、結構好きな映画です。ぜひ皆さん見てください。クリスマスムードですね。イルミネーションが配色されております。クリスマスは皆さんどうするんですかね。私はケンタッキーを予約しています。さあ、ニューマンに来ました。さあ、今ね、ニューマンに到着いたしました。友達の誕生日プレゼントを買いに来たのですが、どうしようかな。入ってみて考えます。すごい綺麗ですね、街が。はい、いいもの買いました。バイオレードのハンドクリーム、匂いがねすごいいい感じだったので即決いたしました。迷ってたんですけどね、何買うか。すごいいい感じでした。これからね、なんだっけ、ラーメン屋さん、怪人っていうラーメン屋に食べて行ってきたいと思います。新宿来たらね、絶対行くんですけど、何系っていうんですかね、荒炊きラーメンっていうんですか、荒系のラーメンです。
朝麺屋怪人に行きました。ちょっと怪しいヌードル入ってくるんですけど、ここはね、かみってますよ。めちゃくちゃうめえんで。はい、怪人ラーメンめちゃくちゃ美味しかったです。あらがきラーメンっていうのね、あんまり食べたことない方は一度一度食べてみてください。魚のアラを出汁に使ったスープなんですけど、まあ、塩ラーメンみたいにこうさっぱりしてるんですけど、旨味がコクがあるというか不思議なラーメンです。魚のつみれがあるんですけど、それも美味しいですね。辛さがね、1、2、5だったかな、段階で選べるんですけど、2辛で結構辛いので、辛いのが大丈夫な方はね、5辛でもいけると思うんですけど、一番最初は辛くないのシンプルなやつを食べるのがおすすめです。はい、今日はねこんなところで帰りましょうか。ちょっとね仕事が入った休日にはなりましたけど、年内はあと休みが1日かなだけあるんで、今日は早めに帰ってゆっくりしたいと思います。いつも Vlog 見てくださってありがとうございます。それでは次の動画で会いましょう。さよなら。